国鉄重計蒸気機関車。重型は、かつて、日本国有鉄道、国鉄の前身である、鉄道員に在籍した B 型タンク式蒸気機関車である。元は、九州鉄道が開業に際して、ドイツのクラウス社から輸入したものであるが、大きさが手頃で、高性能であったことから、同系機が、川越鉄道や後部鉄道、両毛鉄道にも導入されている。 九州鉄道では当初形式名を制定していなかったが、機関車数が増えて管理が難しくなったためか、1900年頃に共通設計者をグループごとに分けて形式名を付しており、本形式は初号機の番号から4型とされた。九州鉄道は開業にあたって技術指導にドイツの技術者ヘルマン・ルムシュッテルを招いたことから、 機関車はドイツから輸入することとした。この際に輸入されたのが、ホーエンツォレルン社製の1から3、後の鉄道員45系及び、本形式4から10であった。これらは、車軸配置0から4から0系の単式2機と、飽和式タンク機関車で、いずれもドルトムント・ウニオンに発注され、九州鉄道が示した、使用書に基づき、製造を分担する両車が納入している。 本形式は、クラウス社の設計管理番号である、系列番号では、LX、ロー数字。アラビア数字では60となり、製造ロットごとに、サフィックスとして、I などのアルファベット小文字が後ろに付されると称するグループに属している。クラウス社製の機関車は、アメリカ製のソヤナム鉄砲さや、イギリス製の過度な気取りを排した、いかにもドイツ的な合理性と、 堅実さを持ったデザインで、さらに堅牢かつ高性能であったことから、導入各社で長期にわたり愛用されたばかりでなく、後部鉄道など一部の導入先では、既存イギリス製機関車の使用同社に提示し、その同等品を発注する例も見られた。車軸配置例から4から例で、ウェルタンクとサイドタンクを合わせ持つ、単式2機と飽和式のタンク機関車である。煙部は短く、 上管を多いは下部に向かって末広がりの形状であるが直線的に広がっておりイギリス製のような曲線ではない。シリンダカバーはイギリス製のような一体鋳造ではなく弁室部とシリンダ部を分けた形状で弁室の上部が外側に倒れ込んだ独特の形状となっており上気管の長さの短縮と整備性の向上に配慮されている。弁装置はドイツでは ホイジンガー式と呼ばれるワルシャート式であるが、加減リンクが直線上のヘルムホルツ型で、これは日本の機関車としては初めての採用であった。運転室の出入り口と側窓の形状は独特な曲線を用いたもので、機関士の見通しや動作に便利な形状としており、この点もドイツ的である。蒸気ドームはボイラーの大人感動上に設けられており、その後部に 砂箱があった。砂箱は、原型では、小型の角を丸めた箱型のものを装備していた。砂巻缶管は、最初の7両は、左右1本ずつであったが、8両目からは、左右2本ずつに変わっている。九州鉄道では後に、勾配区間での三席階の増大を考慮して、容量を、約2倍の箱型に交換して使用した。なお、版のラスト8両については、 通常のリベット仕上げではなく、平等秒を使用して、表面を平滑に仕上げたフラッシュ仕上げであった。本形式は、同じクラウス社製で、なおかつ製造時期が近いため、1400系、1440型とは、外観上共通点が多く、実際にも補機類が共通設計となっているが、そちらは、ボイラーや台枠、あるいはシリンダーなど、その主要部分の設計は、 全くの別物、系列番号、LI である。15から32の初言、1924年版形式図による、を示す。LX は、1889年、明治22年から1895年、明治28年にかけて、九州鉄道が20両を輸入したほか、川越鉄道2両、両毛鉄道1両、 後部鉄道2両の合計25両が輸入された。このうち、川越鉄道の2両を除く23両が、1906年、明治39年の鉄道国有法により、間接鉄道に編入されている。輸入の状況は次の通りである。九州鉄道は、その成立の経緯から、資本基盤が弱かったため、列車や路線の事情によって、 最適な機関車を使い分けるイギリス流の機関車、運用方式を取らず、購買線、平坦線、旅客列車、貨物列車を問わず、基本的に同じ機関車を大量投入して使用した。これによって、一両あたりの単価や、保守修繕費用は低く抑えることができた。この実績が、後年のスケネクタディ社製2-6-0系テンダー、機関車、 後の鉄道千8550系の大量導入につながることになる。もっとも路線網の急速な伸長に伴い、建設コスト低減のために新規建設線区の許容軸重上限が引き下げられ、B 型タンク機としては大きな牽引力を持つものの、軸重の大きい本形式はいささか持て余されるようになり、1九百年、明治十三年、余剰となった十九と十三を、 キワ鉄道2乗とした。両機は、同社の A に傾向6となったが、キワ鉄道は1904年、明治37年、関西鉄道に合併されたため、同社の形式80、小高となった。九州鉄道に残った18両は、館内で小運転や入れ替え作業などに使用されて、いたが、1907年、明治40年に、同鉄道が国有化された際に承継され、 国鉄席に編入された。両毛鉄道では一両を輸入したが、1897年、明治30年、日本鉄道に合併されたため、同社の K2、2K、工場内入れ替えようとして、おついちと不満した。翌1898年、明治31年には、W に 4K、後の鉄道員400計3両とともに、房総鉄道へ譲渡されて、 形式後となり、ここで国有化を迎えることになる。神戸鉄道では2行、K2 型6、7を導入し、飯田町駅、中野駅間で使用した。当時の鉄道ファンの実験報告によれば、鮮やかな緑色に塗られていたという。川越鉄道では、開業にあたって、本形式を2行用意し、K1、K1、2とした。当時の川越鉄道は、 神武鉄道の冒険会社であり、同社の視線的性格を持っていた。そのため、同社に導入された機関車は、神武鉄道が調達したものであり、後に神武鉄道が同系機を導入したのも、川越鉄道における、好成績を目にしたということがあったのであろう。川越鉄道は、武蔵水殿、1920年、帝国伝統への合併を経て、 九百二十二年十一月に西武鉄道初代に譲渡された。二話合併以前の九百十八年、大正七年に宝石鉄道へ開業用として譲渡され、末期は旧車であったものの、九百六十四年、昭和三十九年の廃線まで在籍した。一方の一話、太平洋戦争中、九百四十三年頃、に玉川線へ転出し、 1949年、昭和24年まで使用された。廃車後は、建設省に売却され、淀川の河川工事での使用が目論まれたが、軸重が大きすぎて使用できず、間もなく機車製造で解体された。前述のように、1906年に制定された鉄道国有法により、23両の LX が関節鉄道に編入された。これを受けて発足した。 鉄道院では1909年、明治42年に新しい車両形式称号規定を制定し、これらは道輪直径により重径30型に区分するように計画された。これは当時道輪のタイヤの交換により直径の増大 1090mm1、10 mm、128mm を測る改造試行中であったためであるが、結局これは取り留めになり、 全車が10型となった。そのため、改版にあたっては、やや複雑な順序となっている。その状況は次の通りである。1911年、明治44年2月には、博多安鉄道のハノーバー社製0の6の0系、タンク機、後の鉄道員1430系3両と、交換で10から14が同社に移籍した。元九州鉄道の15の32は、 九州鉄道管理局、後に、文字鉄道管理局に所属し、主に、九州島内で使用されたが、一部は、文字局の所管した山陽本線見払い制へも、転属している。1925年、大正14年には、25と26の2両を残して、全車が廃車され、その多くは民間へ払い下げられた。両はそれぞれ、名古屋とに配置され、 機関車の検査の際の入れ替え用として戦後まで使用された。大きさが手頃で、高性能な本形式は、廃車後も多くが民間に払い下げられ、長く使用された。国鉄に所属した23両のうち、実に19両が第二の職場を得ている。その状況は次の通りである。博多湾鉄道の5両のうち3両、12から14は、 西日本鉄道への合併を経て1944年、昭和19年に戦時買収により再び国有となったが、間もなく廃車され、1948年、昭和23年8月23、1949年、昭和24年4月24がだいぶ交通に譲渡され、同番号のまま国先線で使用された。13は1954年、 昭和29年5月、14は1955年、昭和30年11月に廃車となった。11は国有化前に、日本成功所、室蘭へ譲渡されたが、短期間で廃車されている。大部交通へは、1949年4月に26も譲渡されている。宇佐三宮線で使用され、同線が廃止された1965年。 昭和40年8月に廃車となった。1925年に廃車となった15、17は、建設工事用に、東京横浜電鉄、東急東横線の前身に譲渡された。工事の完成後は、1931年、昭和6年に、留萌鉄道に譲渡され、北海道沼田町の明治工業昭和工業所、専用鉄道で、1969年、 昭和44年の閉山まで石炭輸送に使用された。16他の11両は1925年に八幡製鉄所に譲渡された。これらは210から220と改版の上、ほぼ原型を保ったまま使用されたが、一部は1953年、昭和28年に大改造されて原型を大きく損ない、1964年、 昭和39年までに順次廃車された。25は1944年に廃車となり、静岡県沼津市の芝浦工作機械、芝浦機械製作所等芝機械に譲渡され、同社沼津工場専用線にて使用された後、廃車されている。本形式は堅牢かつ高性能で調明を保った、ため、国鉄席を得たものでは、ルモイ鉄道15、17、 ライブ交通26の3両、その他に川越鉄道から宝石鉄道に移った2の軽4両が保存されている。15、17はルモイ鉄道の廃線ゴルテンを重ねることになる。15は地元の沼田町に寄贈の上保存されていたが、鉄道100年を記念して同期を主人公とした映画が制作されることとなり、札幌の安和車両で胴体復元され、 九州への里帰りも果たしたが、映画制作は頓挫してしまい、一時的に大井川鉄道にも入線して十七と共に校内運転に供された。その後、十五は沼田町に返還され、道町の文化財に指定、1989年、平成元年に開設された沼田町ふるさと資料館内の専用庫で大切に保存されている。一方の十七は、 1969年、昭和44年に、池袋の西部百貨店で、オークションにかけられて、話題を巻いた。同期は販売希望価格の3倍近くの価格で、個人が落札したものの売買には至らず、105万円で、別の個人が落札し、同年10月には、鶴見のキリンビール専用船で、公開運転が行われ、1970年、昭和45年には、 大阪万告博覧会で展示された。その後は、蒸気機関車の胴体保存を模索していた、大井川鉄道に引き取られて、井川線の先頭駅川根両国駅間で使用され、2109? と共に、日本における蒸気機関車の胴体保存の草分け的存在となった。大井川鉄道での運転終了後は、百八十三年、昭和十八年に、岩手県東野市に寄贈され、 クラウス17号を走らせる会が結成されて、胴体整備が行われ、数回公開運転会が実施された。しかし、その後の保存状況が悪化したことから所有者が返還を要求、同市内の道の駅前に展示されていたが、2000年、平成12年6月に同市の万世の里に移設され、さらに現在は、栃木県ナスカラス山市の中川、 西流鉄道保存会が引き取っている。17のルテンは、絵本、ワシレ、クラウスにも描かれている。15は、2010年、平成22年に、北海道旅客鉄道により、純鉄道記念物に指定された。26は、廃車後、その歴史的価値を認められて、宇佐町、現在の宇佐市に寄贈され、宇佐神宮境内に保存されることとなった。 1966年、昭和41年には、形式10.26号機関車として、純鉄道記念物に指定されている。また、2005年、平成17年3月29日には、宇佐三宮線26号蒸気機関車として、大分県の有形文化財に指定され、2007年夏には、その経歴をまとめた、絵本、幸せなクラウスが出版されている。 宝石鉄道には、1964年の廃線後も、スオーグー市駅構内の車庫に放置されていたが、同社の記念物として保存されることとなり、現在は、山口県豊富市、豊富駅近くの鉄道記念広場で、宝石鉄道の客車2両と共に、生態保存されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。